ヒューネックス。ドラマティッククリ。エフェメラル、ファンタジーオンダーク。よし、一緒に遊ぼうぜ。うおお、脅かすなよ。つうか、久しぶりだな。体調はもういいのかよ。いや、俺は全く心配してねえけど。ああ。いろいろお前も思うところはあると思うけど、俺はそこに触れねえから。だから、触れるなって言われてるから、そこには触れねえって言ってんだよ。俺はお前の心配はしてねえことにするから、お前もあんまり心配すんな。だから、そういう設定なんだよ。シバ、あんたバッカじゃないの？それ触れてるのと同じだから。おはよう。久しぶりだね。やっと学校来る気になったのね。ほんと、心配したんだから。いやー、だからそれは言うなって言われてるから言わねえっていう約束で。
中はちょっと黙ってて。なんだとお前。あのね、バカが言っちゃったからもう面倒だし話しちゃうけど。バカじゃねえ。レイから観光令が敷かれてるのよ。あんたの傷については一切触れるなって。言ったら殺す。だって、すごい怖かったんだよ、あの時のレイ。僕も詳しい事情は知らないんだけど、大変だったみたいだね。あ、それから暴露ついでにこれも言っておくけど。あんたの顔に傷をつけた女ならもういないから安心していいわよ。まあ休みなんじゃねえか。もう二度とこの世に戻ってこねえ長期の休みだけど。うわっ！エリカ、てめえ。バカはお願いだから黙ってて、お口チャック。何がお口チャックだ。やんのかてめえ、女だからって手加減しねえぞ。シーバ、お願いだから落ち着いて。先生に聞かれたらまずいよ。覚えてろよ。忘れるまで覚えておくわよ。それよりレイには会った？来たか。おい、よく聞け。いいか、この女は俺のものだ。
今後一切俺の許可なくこいつに触れることを禁ずる。破った者は相応の報いを受けると知れ。さすがレイ様、言うわね。階級特権で命令を下すのは拘束で禁止されてるのに。だからあいつ口頭だけで言ってんだろ。これはあくまでお願いであって、力を行使して無理やり言うことを聞かせてるわけじゃねえから、どうとでも言い逃れできる。話は以上だ。人気のない場所だ。ここでいいか。お前、体調は？傷が引きつって痛いとかもないのか？そうか、ならいい。報復を恐れているのなら問題ない。俺がお前に盾つくものすべて排除してやる。お前は俺のそばにいればいい。何も特別なことをする必要はない。こそ何を言っている。お前は綺麗だ、誰よりも。俺の視力は両目とも 5.0 だ。お前は何を勘違いしている。誰がいつお前を鑑賞用だと言った。こんな口うるさい鑑賞用通るなどいらん。事実だろう。お前は俺の鑑賞用になりたいのか？お前は綺麗だ。
その顔の美しさだけでなく、嘘をつかない心の綺麗さがある。お前の魂は高潔で美しい。そしてそれは、その程度の傷で消えるほど淡いものではない。だから、お前を俺の手元に置く。お前は、俺のものだ。なんだ。知ってる。まさか俺がお前の気持ちに気づいていないとでも思っていたのか。お前は常に俺を求めていただろう。その目で、その体で、その心で。お前は嘘をつけない。お前の考えていることなど丸わかりだ。だが間違っていないだろう？飽きることなどない。おそらく一生な。お前以上の最高の暇つぶしなど、どこを探してもないだろう。なんだ、期待していた言葉と違ったか？俺がどうしてこれほどお前を手元に置こうとするのか、甘い言葉で説明されたいか？いいだろう。よく聞いておく。お前を初めて見たとき、闇の世界に天使が舞い降りたのかと、柄にもなく思った。お前の言う通り、最初は鑑賞用と血の補給のために、お前に興味を持ったが、いざ吸ってみれば、お前の血は壊滅的にまずかった。そこで一度は興味が失せたが、俺がどれだけ邪険に扱おうとも、お前はひるみ一つ見せない。いくら隔離された場所にいて世間知らずだとは言っても、本能レベルで力の違いはわかるはずだ。だがお前はめげない。媚びもしない。そんなお前に、再び興味を惹かれた。いつしかお前の姿を無意識に探すようになった。そばにいるのは鬱陶しいが、いないのは寂しい。鬱陶しさと寂しさの比率で言えば、
寂しさの方が大きかった。だからお前をそばに置こうと決めた。だが、俺の不注意が原因でお前に傷を負わせ、お前は姿を隠してしまった。いいから聞け。ここからが本題だ。お前が受けた仕打ちに気づいた後、俺は自分の不甲斐なさに激しい憤りを覚えた。その怒りのまま、お前に傷をつけたものを排除した。それでも鬱屈は晴れない。いつまたこんなことが起こるともわからない。だから力を見せつけることで、牽制することにした。いつでも殺すことができるのだと教えておけば、よほどの馬鹿でもなければ、おとなしくなる。もう遠慮することはない。俺も階級や周りの目を気にするのはやめにした。これで初めて愛した女を俺だけのものにすることができるんだ。聞いてなかったのか？お前は俺が愛した初めての女だ。生涯を俺に捧げ、俺だけのために生きろ。それがお前の宿命だ。何をしてるんだお前。バカなやつだ。じっとしてろ。愛している。お前は俺のものだ。